今、チームとして、戦術をすり合わせながら、自分としても、その自分の特徴を、伸ばしていってる最中なんですけども、1週間前ということで、体のコンディションもすごく良くなってきて、チームとしてもいい状態になってきていると思うので、開幕、いいスタートが切れるようにしていきたいと思ってます。監督が求めている内容、それがプレーだったり、その形だったりっていうものがピーチに出てきているっていうところが、そのよく示されているんではないかなと思っているので、そういうところでチームとしてコンディションが上がってきていると思ってます。そうですね、やっぱ自分と今までやって一緒にやってきた選手も多くなったりもして、だからこそコミュニケーションもすごく取りやすくなってきたなと思ってますし、やっぱ後輩はやっぱ可愛いですし、先輩方もすごく優しい、気さくな人ばかりなので、そういった面ですごくピッチ上でも熱く戦えますし、ピッチ外ではすごく話もしやすい、そういうところが今すごくいいんじゃないかなって自分の中で思ってます。四国ダービーっていうことで、その歴史的にも熱い一戦になると思ってて、それは去年一応1勝1分けという形ではありましたけども、今年はもう2勝、それを取るつもりで、僕はもう初戦からやっていきたいと思ってますし、それこそファンの人たちと一緒に、リモートになってしまいますけども、喜び合いたいというものがあるので、四国の誇り、そして徳島の誇りとして熱い一戦を、そして勝利を届けたいと思ってます。やっぱボランチという部分でやっぱチームの舵取りになると思うので、チームのやっぱ勝利にどれだけこうアプローチしていけるかっていうので、先頭切ってやりたいなと思ってますし、自分としてもボール奪取であったりゲームメイクっていうところで、自分の良さをどんどんアピールしながら、やっぱ点とかアシストっていう部分でチームの結果に貢献できていきたいなと思ってます。残り1週間、毎日毎日に日付を刻みながら楽しみな気持ちを増していってほしいと思ってますし、当日は僕らがピッチで戦う姿を見せて、徳島の勝利を皆さんに届けたいと思ってます。リモートですけども、画面越しで熱い応援をよろしくお願いします。コンディションは、上がってきてるので、あとはもう本当に早く試合が、できることが楽しみな、感じです。そうですね、やっぱり、みんなもうすぐ試合ができるっていうのですごく、楽しみな部分があると思いますし、試合に向けて徐々に上がってきてると思うので、チームとしても個人としても試合が楽しみなにしてる状況です。そうですね、まだ、徳島で1試合しかできてなく、どんなプレーをするとか知らない方ばっかりだと思うので、自分の特徴としては攻撃的に、ゴールに絡んでいくことを試合で出したいと思うので、得点だったりアシストっていうところで、チームに貢献するところを見てほしいです。そうですね、なかなか、7人、同い年がいるっていうのは本当にないと思うんで、そこはすごい、やりやすいというか、プラスではあると思うんで、それをもっとピッチで、出したらなと思います。